小林誠也と安田雅史と松本博佳の初めの散歩。皆さんこんばんは、安田雅史です。皆さんこんばんは、松本博佳です。今回も僕らの番組を聞いていただきましてありがとうございます。今月は相方の小林さんはドラマ長期ロケのため、お休みです。そして今月も松本博佳プロモーション大作戦として女優の松本博佳さんにご出演いただいております。今回もよろしくお願いします。松本博佳です。よろしくお願いします。ということで、もう10月に入ってしまいましたが、ね、松本さん、あと3ヶ月で今年も終わりということで、平成が終わるのが近づいてきますね。そうですね、平成も終わっちゃいますね。平成最後の秋が始まり、秋が始まったって感じです。夏が終わったら秋が、夏が終わった、そうですね。はい、ということでもう秋に入りましたが、まあ、秋といえばいろいろあると思うんですが、はい、まあ、僕としては運動会というイメージに行くんですね。あ、運動会、まあ、懐かしい。そうなんですよ。で、僕運動会といえば、という話をすると、小中まで、まあ、田舎の学校でしたので、人数が少ない関係で赤白だったんですよ。紅白の運動会しかやったことなくて、まあでもよくテレビとかのなんとかの運動会っていう時も紅白で分かれるじゃないですか。で、まあそれが普通だと思って、高校に進学したら、その高校がすごい人数がいるところで、でそこが赤じゃなく、赤白だけじゃなくて8クラスあったので、8色。え、クラスごとで全部違うんですか？もう全部違うんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。で、その色も赤、白、緑、深緑。緑と深緑ですか？そうなんですよ。差がすごいんですけど、まあそれいっぱいあって、うわぁ、大きい学校ってこんなカラフルなんだって思って。すごい。そうなんですよ。だから特典のボードも8個、めっちゃあるってことですよね。そうなんですよ。野球のスコアボードみたいな感じで長くて、端まで見えねえよみたいな。めちゃくちゃ面白い。そうなんですよ。私中学は5クラスだったんで、それぞれで5個色があったんですけど、高校は5クラスあったけど3個しかなかです。へえ。赤と黄色と青。そこは白じゃないですね。白じゃない、紅白じゃないですね。紅白じゃなくて全部色ついてるみたいな感じでしたね。まあカラフルだからいいんですかね、そういう場合は。そっか、もう僕は運動会っていう感じで、そういう色っていう感じなんですけど、全然ね、学校によって違うんですね。そうですね。そういうのって、松本さんの学校はどういう運動会でした？私美術系の高校に通ってたんですけど、あんま走った記憶がなくて。なるほど。私本当に思い出せなくて。あ、応援団みたいなのはあった。応援団とマスコットっていう、なんかベニヤ板の、ベニヤ板何枚かな、9枚かなんかをつなげた大きいボードを作成するマスコット係と応援団っていう2個があってっていうのしか記憶にないです。あまり競技に記憶がないです。すいません、このテーマ出してしまい。すいません、運動しなくて。いや、あ、そうなんですね。やっぱ学校によって違うんですね。僕の学校は男子がすごい多い学校だったんで、工業高校なので、もう運動会にバカみたいに力入れてて。真逆ですね、じゃあ。そうなんですよ。さっき言ったその応援団のやつも、その3年生が1年生に、そのうちのクラスの応援はこれだみたいな感じで。ちょっと怖いやつじゃないですか。で、僕も1年生の時に先輩にめっちゃ怒られながら。応援団入ってたんですね。あと全員強制参加。全員なんだ。そうなんですよ。そうなんですよ。強制参加で、だから声出せやとか、そういうもういびられて。大変ですね。そうなんですよ。で、これが縦社会かって思いました。その頃からちゃんと。そうですね。そうなんです。ということです、もうそれでは改めまして、この番組はじめの散歩、パーソナリティを務めさせていただきます、僕安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、1996年栃木県生まれで、高校までは野球一筋で頑張ってまいりましたが、現在はドラマや映画のエキストラや、たまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。最近は松本さんとも共演させていただきました、映画22世紀寓話に、まあ、主演の佐藤美久さんの部下役として出演させていただいております。まあ、将来は俳優として皆さんの記憶に残るシーンに一作品でも多く出演していきたいと思っております。はい、はい、私も1996年生まれの、大阪府出身の
22歳です。あれ年齢までいっちゃった。私は高校、さっきも言ったんですけど、美術系の高校に進学してて、はい、その後演技を学ぶために東京に出てきて、今女優さんとして活動させていただいてます。はい、ということで、それでは一つ目のコーナーに行きたいと思います。はいはい、マー君ジャスト50の一人旅のコーナー、どうぞ。はい、このコーナーはプチ一人旅行が好きな安田雅史さんが毎月山手線の田端駅からスタートして、指定する目的駅に向かって必ず往復ジャスト50駅で田端に帰ってくる、そのような行き方をご紹介させていただくというコーナーです。ちなみにちょうど50駅にするために行きと帰りのルートは変えることもありますが、ご容赦ください。はい、ありがとうございます。はい、で今回も緊張したちょっと遠出をしてまいりました。はい、まあ、向かった場所はですね、長野県に、長野県上田市にあります上田駅です。長野県、はい、まあ、50の行き方のルートの説明の前に、この上田駅を少し紹介していきたいなと思います。はい、お願いします。まあ、この上田駅は開業は1888年、明治21年で8月15日です。結構昔からあるんですね。結構昔ですね。そして新幹線の開業はですね、1997年、平成9年ということで、うん、今から21年前の今日10月1日だそうです。マジですか。そうなんですよ。すごい。そしてこちらの上田駅は実は、東日本旅客鉄道、まあ、JR 東日本ですね、うん、と信濃鉄道、上田電鉄の3社が乗り入れしている駅でもあり、うん、まあ、駅のお城口は蔵をイメージしたデザインとなっており、うん、また、今回僕は残念ながら拝見することはできなかったんですが、うん、まあ、夜になるとなんと駅舎が間接照明で、上田氏ゆかりの真田家の家紋、六門前が照らされるそうです。すごい。はい、で今回この、長野県上田駅に向かった理由はと申しますと、うん、まあ、前回の放送でも、まあ、ちらっとお話ししましたが、実は8月に高校野球を観戦するために甲子園に行ってきました。うんうん、まあ、その際ちらっとついでにといえば、お好きな方には怒られてしまうんですが、まあ普通に軽い気持ちでその、まあ、ツアー中に大阪城にも行きました。まあ、本当に何ということもなく大阪城に向かったんですが、うん、まあ、たまたま時間があったので、まあ、改めてきちんと見学すると、まあ、やっぱ日本のお城ってなんかかっこいいなっていう男心をくすられてしまい、うん、また、大阪城に、歴史資料館も見学し、そこで 、はい、数多くの、戦国時代の有名な武将の資料がありました。うん、まあ、そんな背景の中、まあ、今回のジャスト50駅、ジャスト50の旅の行き先を決めるとき、その大阪城の資料館にあった真田幸村のことを思い出し、そういえばと思い、上田に行こうということになりました。真田幸村のあれなんですか、上田って。そうなんです、ちょっとゆかりのある場所なんですね。あ、そうなんだ。はい、まあ、では話を戻しまして、はい、ここから今回のルート説明に行きたいと思います。はい、でまずですね、スタートの田端駅から山手線に乗りまして、池袋駅まで行きます。はい、ここで4駅です。4駅。そこから、埼京線に乗り換えまして、池袋駅から大宮駅まで行きます。うん、ここで14駅です。うん、そして大宮駅から北陸新幹線に乗り換えまして、目的地駅の上田駅ということで7駅、まあ、合計しますと25駅、はい、ということで今回は片道25駅で行くことができ、うん、まあ、帰りも同じルートで帰ることでジャスト50となります。はい、新幹線乗っちゃうんですね。そうですよ、新幹線乗りますよ。早いです。早いですね。まあ、いつもなら行きと帰りで乗る路線などを変えて、ちょうど50駅になるように工夫というか、まあ、ある面必要以上の無駄を悪あがきをするんですが、まああまりというか正直ほとんど知らない長野県という場所という、うん、ということと、まあ、新幹線で行くというあまり応用が効かない交通機関を、ね、まあ、使用したため、まあ、全然守りに入ったわけではないんですが、行きと帰りのルートは同じにさせていただきましたことをご容赦ください。まあ実際に上田駅に降り立った感想なんですが、うん、まあ、当たり前といえ、まあ、乱世と言われる戦国時代のざわつきや喧騒などは、まあ、ちっとも感じられないほどの、うん、まあ、穏やかな時間の流れを感じたとともに、うん、まあ、とにかく空気が澄んでいるように感じましたね。そうですよね、長野県だったら、ね、はい、
そして駅を出て歩いて近くの上田城跡公園まで行きましたが、うん、まあ、ここでもある面駅前以上に当時のいろいろなドラマがあった場所であるからこそ、うん、今の平和な時代を感じられる時間を過ごし、うん、なんとなく歴史を遡ったような感覚になれる時間でした。まあ、ラジオのお聞きの皆さんもこの秋の行楽シーズンに今回ご紹介させていただきました、うん、長野県上野の、ま、上田の町を訪れてみられてはいかがでしょうか、はい、以上今月のマー君ジャスト50の一人旅のコーナーでした。二、はい、人の夏の思い出のコーナー、改めまして初めの散歩、今回の担当は私松本ひろかと安田まさしでお送りしております。さてこのコーナー、二人の夏の思い出と、何かロマンチックなコーナーのタイトルですが、はい、実は前回の放送のオープニングで私と安田さんが8月にお互いが行ったビッグイベントについて、ここでその全貌についてお話ししようというコーナーです。はい、それではまず元高校球児の安田さんが行かれた甲子園な、高校野球観戦についてのリポートをしていただいていただきたいと思います。はい、それでは、今回夏の思い出ということで、はい、甲子園にまあ行ったんですが、はい、まあ、まず思い出のお話をする前に、うん、この高校野球、まあ、甲子園とは何ぞやということでちょっと、うん、説明というか軽く紹介したいと思います。はい、お願いします。まずこの高校の甲子園野球の大会はですね、うん、まあ、開催年は1915年、大正4年ということで、うん、はい、大正なんです。そしてですね、日本でこの甲子園球場がですね、うん、まあ、日本で最初に誕生した、まあ、大規模多目的野球場ということで、うん、なります。で、まあ、今その甲子園というのは、まあ、プロ野球をご存知の方は、まあ、阪神タイガースの本拠地グラウンドとして使用されております。それは知ってる。あ、さすがですね。そしてですね、優勝校には、まあ、深紅の優勝旗と呼ばれる、まあ、赤い優勝旗旗を、もらうというか取れるんですが、はい、まあ、その優勝旗はですね、今使われているのが3代目ということで、うん、まあ、初代が第1回大会から第39回大会まで、うんうんうん、そして2代目が第40回大会から99回大会まで、うんうん、で3代目がなんと今年の100回大会から、うん、あ、今年から新しいやつだったってことですか。はい、らしいです、リサーチによりますと。で、その優勝旗の重さが、うん、まあ、約10キロというのがあるらしくて、うん、まあ、でも高校球児からすると多分そこまで重くはないんじゃないですかね。あ、か、まあ、今僕も鍛えてるんであれですけど。そうか。そうなんです。で、基本49チームで、うん、試合でトーナメント制で、うん、大会を行うんですが、第0回大会と下一桁がですね、うん、まあ、10回大会や40回大会のように、うん、下一桁が0と5、うん、まあ、切りのいい数字の時は、うん、まあ、その記念大会ということで、まあ、少し参加校が増えたり増えなかったり、あ、そうなんだ、増えたり増えなかったりするわけですが、はいはい、まあ、今回、100回大会もそうですよね、はい、増えました。増えました、やっぱり。そうなんです。そして、まあ、今回ちょっと軽くお話、甲子園のお話をしましたが、今回行った僕の思い出の話に移りたいと思いますが、うん、はい、まあ、今回行った、夏の甲子園の、大会のカードはですね、まあ、一応3試合は見たんですが、うん、まあ、全部見れたのは、3試合目のやつだけだったんですが、うんうん、まあ、一応観戦できたのは秋田の金足農業高校対横浜高校ですね、はいはい、南神奈川県代表の、横浜高校の試合と、はい、あと山口県代表の下関国際高校と、はい、あと東千葉代表の、木更津総合高校、うん、そして、西東京の代表の、日本大学三高ですね、日大三高ですね、はいはい、と、京都代表の、龍谷大平安のこの3試合をちょっと見てきたんですが、うん、まあ、僕三塁側アルプスで見てたんですが、はいはい、まあ、その試合の全て三塁側負けてしまうという、僕が言ったから負けちゃったんじゃないかなっていう、ちょっと安田さんのせいか、ちょっと申し訳ない気持ちになってしまったんですが、まあ、でもやっぱり僕もあの頃の、あ、高校野球やってたんだなって、ちょっと
感動じゃないですけど、はいはいはい、しちゃってちょっと涙腺がちょっと緩んじゃった、はいはい、になってしまいました、はい、まあ、ちょっとまとまりませんが以上が僕の甲子園、はい、高校野球観戦リポートでした、うん、まあ、続いては女優アイドルであるとともに、はい、コスプレイヤーでもある松本ひろかさんにこちらも今では日本独特のビッグイベントの一つとも言える、はい、ね、コミケについてお話しいただきたいと思います。それでは松本さんお願いいたします。はい、なんかコスプレイヤーなんて言ってもらってあれなんですけどめちゃくちゃただの趣味なんでいやそうですね、私コミックマーケット、まあ、通称コミケって呼ばれるものに今年も行ってきたんですけど、はい、まあ、何かというと、はい、同人誌即売会っていうのが、はい、正しいのかなっていう、なんて言ったらいいのかなって言ったらちょっと難しいんですけど、はい、まあ、これコミケ自体は1975年昭和50年から続いてたみたいで、しかも12月21日っていう冬コミって呼ばれる冬側のから一番最初が開催されてるみたいです。で、場所変わらず今と同じで東京国際展示場で行われていたそうです。で、これ夏コミと冬コミって大体分けられるんですけど、そうですね、私今回行ったのは夏コミで8月に行われるもので、はい、あと年に2回あるので冬にも12月、今年は12月29から31の3日間で開催されるんですけど、そうやって夏と冬と2回イベントがあります、はい、なんか回を重ねるごとにすごい大規模化してるみたいで、それはいいですね。そうですよね。ファンとしては、うん、今年の平成最後の夏コミは、はい、その3日間で、はい、来場者数が53万人。おお、すごいですね。やばってなって。そうですね。そう、3日間で。3日間で53万人が来場されたそうで、今まででもかなり多い人数だったそうです。なるほど、すごいですね。意外にというか、まあ、うん、ニュースにもなるぐらいなんで。そうですよね、確かに確かに。なんか聞いた話によると、うんうん、そのコスプレっていうのは、はいはいはい、まあ、一般の人が、まあ、飛び入りみたいな感じの参加と聞いたんですが、実際そうなんですか？もうめちゃくちゃそのサークル参加と一般参加とっていう、なんだろう、同人誌を出す側の人と、はい、それを買いに行く側の人みたいな感じで考えてもらったらいいんですけど、で参加に2種類あるんですけど、そのどっちでも大丈夫なんですけど、コスプレだったら普通にコスプレの用意を持って会場に行きます、はい、コスプレ料参加料を払って更衣室をお借りして、はいはい、着替えて出てきたらもうコスプレみたいな、コスプレ参加の出来上がりみたいな。すごいですねそれで。でじゃあ撮ってくださいみたいな。そうですね、そんな感じです。今回何回ぐらい参加したんですか？私は出身が大阪なんで上京してからになるんですけど、夏と冬と合わせてまだでも3回ぐらいですね。あ、でも結構行かれてますね。いやでも全然、なんか意外とその企業ブースとかもあってブースがいろいろあるんですけど、その一般の人たちがやってるサークルで参加してくださっているのと、はい、他にもそのアニメの企業さんがちゃんと公式のグッズをそこで出してたりもするので、それ買いに求めていくんですけど、意外と何だろう、買えなかったりするんですよ。売り切れみたいなのがあって、結構売り切れ多そうですけどね。そういうやっぱ50何万人も来ちゃう、ね、ちょっとね、朝起きるのがダメなんで、昼から行くと大体死んでますね。なるほどもうなかったってなってますただ頑張って早起きはしないとできないできないと。なるほどそうなんですよ。なんか漫画とかアニメとかのイメージが結構強いと思うんですけど、 ですね、その漫画アニメゲーム以外にもそのアイドルのファンの人の同人誌だったりとか、うん、そのコスプレもそうですけど、あと手作りのアクセサリーだったりとか。あ、そういうのもいいんですね。そうそう、いろいろ鉄道とかもあったりとか。そうなんですか。もうめちゃくちゃいろいろありました。結構、まあ、自由なんですね。そうですね、結構本当に場所が大きいので、ブースごとでここは何々がメインのところみたいなので分かれてるんで、もう歩いてるだけでも結構楽しいですね。あ、なるほどそれはいいですね。いろんな種類があるから、うんうんうん、いやそれはいいですね。全然飽きない感じがするので、はい、あとは普通に漫画とかをネットで絵を上げてる人とかの本人に会えたりするのも、あそれもちょっと絵師さんに直接いつもありがとうございます拝見しております、拝見しておりますみたいな、直接伝えられるのもいい場所かなっていう思いますね。好きなその人に直接会えて、はいはい、アクションできる。
そう、できる人はもう本当にいいですね、それは。そうなんです。じゃあもう好きな人にはたまんないですね、それは本当に。そう、私は今回3日目だけ、お仕事の都合で3日目だけ参加させていただいたんですけど、はい、今回バーチャル YouTuber っていう、はい、知ってますか？初音ミクさんとかそこら辺ですか？僕はちょっと惜しいですね。惜しいですYouTube で、そして YouTuber って言われる人はわかりますかね、はい、そう、 YouTuber って呼ばれるんですけど、それが映像になってるというか、キャラクターがそのまま動いてるみたいな、おうおうおう、バーチャルな世界の YouTuber がいるんですよ、はい、で有名なところで言うとキズナアイさんっていうのが一番、はい、有名かなって思うんですけど、そこの中の私はかぐやるなちゃんっていうのがすごい好きでめちゃくちゃ可愛いんで、よかったら検索してみてくださいじゃあ今から皆さんお願いします検索、はい、今回そのかぐやるなちゃんのキャラクターをお借りしてコスプレさせていただいたんですけど、もうね、なんかありがとうございます。何なんだろう、結構やっぱ撮られる方もいらっしゃる、撮ってくださる方もいらっしゃって、いいですね、やっぱ嬉しいですか、そうやって集まって撮って。そうですね、なんかやっぱりルナちゃんの格好をしてるので、ルナちゃんのこのポーズしてみたいなことを言ってくださるカメラマンの方とかがいて、うわめっちゃわかるやんそれってなって私も好きみたいななるほど、そういうことか、はいはいはい、そういうのでやっぱり人とのつながりみたいな、あいいですね、やっぱね、そうツイッターのネット上とかだけだとあんまりつながれないことがあるの で、はい、そういうところで、まあ、そういう好きなもの同士の集まりみたいな感じで、やっぱ話し合うっていうのはいいかもしれないですね。自分もコスプレしてるけど、周りのコスプレイヤーさん見に行って写真撮って、コスプレしてる格好ですか？あ、そうですそうです。コスプレしたままカメラ持ってお出かけして写真撮りに行って、好きな人に声かけたいみたいな。いいですね、自由ですねどこまで許されるんだろうと思いながらまあ注意されない程度にですけど、はい、程度にしております、はい、ルールはしっかり守って楽しみましょうということで、来年とかは4日間、今まで3日間開催だったコミックマーケットが4日間になるっていう噂も出ていてるので、はい、もし機会があれば皆さん行ってみてくださいもちろん松本さんも時間行くと思うので、はい、会えるかもしれません、皆さん53万人の中でお会いしましょう53万人の中から見つけるんですそういうことになりますよね。そうですね、でもそれはすごいですね、はい、いやでも来年4日間ってなったらもっと来るかもしれないですね、かもしれないですよね。でも平日もあるって思うと土日だけじゃないのでどうなるんですかね。いや楽しみですね、そのオフをもぎ取らないと頑張ってくださいとしか言いようがないですということで、はい、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんはこの平成最後の夏どう過ごされましたでしょうか、はい、まあ、僕ら二人のトークを聞いていただいて思い出していただければ嬉しいです。はい、以上二人の夏の思い出のコーナーでした。皆さんもうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送皆さんいかがだったでしょうか、はい、皆さんからのお便りをお願いします。ファックス番号 047-303-3974 047-303-3974、 メールアドレスが fmu@fmu.co.jp fmu@fmu.co.jp、 はじめの3分までお待ちしております。はい、ということで、はい、今回の放送いかがだったでしょうか、はい、松本さんはなんか語り散らしたコミケの話を語り散らした楽しみを。いやいやいや、でもあの甲子園今年あれでしたよね、すごいかっこよかったですね、最後めちゃくちゃ感動しましたよ。あ、本当ですか。ロケバスの中で見て泣いてましたそうですかすごいですね、僕見れなかったんですけど。あ、本当ですか、もう持てない。あのそのネット甲子園と言われる、うん、そのあのなんだろうな、リプラインじゃないですけど、それをまとめた番組があるんですよ、その深夜あたりに。それを録画してみて、うわーこれリアタイで見たかったなってもう最後まで戦った両方ともすごいかっこよかったですよね。健闘をたたえたいと思います、はい、まあ、それでは初めの散歩、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは僕安田雅史と松本ひろかでした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。